サトシとスバルのファンファンサーゼイバズワープ Yo, what's up, ladies and gentlemen? こんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村スバルです。始まりましたファンファンサーゼイバズアップのお時間ですよ。 Yo! 木曜日を担当しますのは僕たちバズアップ。今夜も張り切って生の放送でお送りしていきますよ。生っていいよね。いいよね。生に限るよね。本当だよね。さあ、どういった番組か、はい、ご説明申し上げます。かしこまりました。ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時より放送しております30分の帯番組です。月曜日担当がウェイウェイさんとアイウェイさん、火曜日はアカネさん、水曜日は桐村麻里さんと井上由香さん、木曜日が僕たちバズアップ、そして金曜日が池田彩さんと尾崎恵里さんとでお送りする番組となっております。現在ファンファンの YouTube アカウントでは過去の放送を順次アップしております。チャンネル登録よろしく。そしてこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております。エドプレスジャパンとは羽田から世界へ日本の魅力を配信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンと検索していただきますとホームページから24時間配信している動画も見ることができます。ぜひチェックしてみてみてください。はい、また定期的に日本の魅力を紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。ここキバスタジオでも配布して、ここキバスタジオでも配布しておりますのでご興味のある方はぜひ手に取って見てみてください。はい。さあ、っていう番組でした。はい。さあ、ということで、まあ、バズアップは、はい、まあ、常にですね、うん、やっぱこの、生感といいますか、そう、ライブ感ですね。フレッシュさでございますよね。うん、もうそれをね、もう存分に出していきたい。そうしましょう。何が起こるかわからない。うん、それが、生でございますよ。よし。さあ、ということで、まずはオープニングの大人気コーナー参りたいと思います。もうみんなこれを待ち望んでいたんじゃない？はい、ということでいきますよ。はい、今日使える豆知識のコーナー。ありがとうございます。はい、あ、さほど盛り上がっていますね。はい、ということで、あと57分ある今日でございますよ。はい、誰かに自慢できる情報をお伝えいたしますよ。さあ、今日は何日でございましたか？9月の13日でございます。その通りでございます。今日はグレゴリオ暦で、うん、年始から256日目にあたり年末まであと109日ある日なんでございます。まもなく100を切りますよ。来週で100間近だ、ね、間近でございますよ、ね、さあ、そんな今日でございますけれども、はい、記念日が豆知識のコーナーですよね。そうですよ、はい、皆さんが今日使える豆知識をお伝えするコーナーではございますが、はい、今日の記念日は、はい、ございませんでした。ありがとうございます。今日記念することがないってどういうこと？作ろう。何でもない日ってことですね、今日は。わお、わお。いや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 、ダメ。毎日が誰かにとっての大切な日なんだよ。そうだよ。今日だって第一子が誕生したんですよ。いや、だから佐々木のぞみさんのね、なんでもなくないよ。そうだな、お祝いしましょう。そうですよ。どうする、なんか作ろうよ、今日記念日。9月13日でしょ。セプテンバー。アースウィンドアンドファイヤー。え、どういうこと？メンバー。うん。25th。違う。あれ？なんだ？違うか。わかるか、みんな。わかる。大丈夫？わかるよ。じゃあ、なんだろう、913。キュチさん。キュチさん。煮詰まりました。はい。いや、忘れてください。で、明日でございますよ。はい。明日は9月の14日でございます。明日ですよ、問題は。何ですか？明日は、はい、セプテンバーバレンタインデーっていうのがあるんですよ。これ知ってる？ご存知ですか、皆さん。知ってるやつ。セプテンバーバレンタイン、はい、何をする日かと申しますと、バレンタインは、はい、ほら、いつだっけ、2月2月の14日でしょ、はい、じゃないんですよ、9月なんですよ。9月の14日何をする日かと申しますと、はい、女性から別れ話を切り出しても良いとされる日。なんて記念日だ。許可されてるんですね。許可されてるんですよ、それが。で、まあ、要は、うん、紫色のものを身につけ、はい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 、白いマニキュアを塗り、うん、緑のインクで書いた別れの手紙を直接手渡すというのがルール。いや、縛りがすごいじゃん。ガチガチ。これね、去年のこの時期に、僕らこの、やったよね。なんか、やった。なんだっけ、さ、白い紙に、緑の字でさ、うん、あ、俺らが書いたのか。そう。いや、もう、説明は、うん、もう、世の、うん、
男子は明日、うん、明日彼女と会わない方がいい。明日を逃れられれば、そう続けられるってことでしょ。そういうことよ。関係性が。明日彼女とデートの約束してる人たちはもう、うん、即キャンセルだ。全部ドタキャンしよう。だってさ、ビビらない、うん、これさ、今日このラジオ聞いてくれたさ、うんまあ、ラブラブのカップルがいたとしようよ、うん、明日さ、彼女と、デートなんだなんて言ってさ、ワクワクってさ、一丁羅来てさ、うん、今日もあの子とキュンキュンラブラブするぜってさ、行ってさ、うん、でさ、めっちゃ紫色の T シャツーってさ、まだわかんない、まだわかんない。紫だけじゃわかんない。あるある。まあ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 。爪見るじゃん。うん、いや、真っ白ーってなってさ。指が真っ白。指真っ白ってさ。まあまああるある。まあ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 。紫と白、ほら、色が。トレンドなのかな、トレンド、思うじゃん。じゃあ、出かけようかって、ちょっと待ってってさ、手紙渡されんだよ。何急にって開いたらさ、めっちゃ緑色の字でさ、別れてくださいなんて書かれてさ、いやもう。怪文章みたいじゃないですか。落ちるテンション落ちる。これを実際にやったことがある人、いや聞きたいわ、聞きたいわ、これ結果どうなったかも聞きたいわ、うん、そう、あ、それちょっと募集しようよ。え、セプテンバーバレンタインデーの皆さんの、うん、報告、あったかどうか。僕、うん、もらいましたよ手紙、うん、でもいいし、私、うん、渡しましたよでもみたいなの、うん、いやめっちゃこう、明日家出んのやめよう、あの皆さん、うん、皆さんビビるわ。明日休日にしましょうね、怖っ。休日にしましょう。9月だって。9月13日はセプテンバーバレンタインデーに備える日にしよう。準備する日ね。彼女にむちゃくちゃご奉仕する日にしよう。次の日のこの、まあ、次の思いとどまらせようの日にしよう。ちょっと待った。さあ行きましょう。時間が来てしまいました。ほらまた世の男性諸君、はい、明日は気をつけてくれ、うん、さあということで始めていきましょう、バズアップ、はい、今夜も生放送でバズったけ、もちろんしょ、サトシのスバルのファンファンサステイバズは。さあということで始まりました、はい、バズアップでございます。毎月お便りのテーマを変えて、うん、皆様からお便りを募集しておるコーナーでございますけれども、はい、9月のお便りテーマは、うん、まあ秋に入りましたよねということで、秋にちなみまして、うん、皆様の、秋飽きしていること、うん、というのを募集していきたいなというふうに思っておりますよ。かしこまりました。気づきました。はい、秋と秋は秋がね、かかってるんですよ。おしゃれ、おしゃれかよ。バズアップおしゃれだね。おしゃれだぜ。おしゃれ番組か。びっくりしてる俺もセンスに。そうだな、お自分のセンスにびっくりしてる。読もうか。読もう。行こう。進もう。最初の秋秋お便りでございます。はい、バズネーム、キサラギアイコからいただいております。はいはいはい、はいはい、私の飽き飽きしていること、それは8割以上の確率で、うん、あなたハーフでしょとか、あなた外国人でしょとか自信満々に主婦層の方々に言われていたことです。今でこそ少なくなってきたものの、うん、20代の頃は毎回だったので、うん、生粋の日本人ですと説明するのも飽き飽きしてしまいましたし、うん、どこの国のハーフだよ、説明してくれよと内心思っていました。うん、だそうですよ。わかる、わかる、わかる、共感する、うん、エビデイ、これ毎日本当だよ、本当に。まあ、でも、うん、ほら僕らは、うん、まあ、ハーフじゃないですか。まあ、そうね、そう、フランスのハーフと僕はドイツのハーフでございますけれども、うん、だから、まあ、外国人とかさ、うん、どこのハーフって言われるのはまあ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 、うんうんうん、甘んじましょう、はいはい、でもこの方ね、うん、北谷さんは、うん、日本人なんです。あ、日本人でしたね。そう、それで、うん、外国人でしょハーフでしょとか言われるのにもう飽き飽きしてるんですって、うんうん、こうポジティブに捉えたらいいんじゃないですか。ああでも確かにそう、あなんか僕らが言うとちょっとなんかあれかちょっとなんかあれだけど、うん、ほらハーフってさモテるじゃん。やばい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 よ。違う違う、やばいやつ、語弊がある、語弊がある。違う違う違う、まあ、いろいろあるじゃない。違う違う、ほらなんかさ、ね、世でほらほらさ、ほら誰のガレさんとかとかさウェンズエイジとかね、そうそうそう、とかさローラーとかね、そうローラーとか、ね、ほらアレクアレクとかさ、あれ一番ハーフ界で一番モテてんじゃない。アレクね、うん、モテてるよね。まあだからほらいいじゃないですか。いいとされよう、されましょうよ、されましょう。まあちょっとキーってなる気持ちもまあわからんでもないけれども、まあだから、まあ、でも変なこと言わない方がいいよね、うん、だから例えば、お父様とお母様の田舎がさ、うん、あってさ、うんまあじゃあ千葉と、ね、千葉と埼玉のハーフですなんて、もう、これ滑るから。これは滑ってます。これはねハーフを前にして言うと滑るからそうね、これ散々聞いてきたよね。散々聞いてきた、ハーフいいなみたいな、俺もっつって、ね、俺はね大阪とな、兵庫のハーフやねんみたいな。どうしたらいいんだよ。ああ
そうやねんかいや返せるそうだよ、だからポジティブに捉えてもらって、ポジティブに捉えましょうよ、それほどね、目鼻立ちがくっきりしてらっしゃると。そうですよ、そうだからまあ今後ね、もしね、こうどこの、ハーフでしょ、うん、とか言われたら、うん、なんて答えるのが正解かな、なんだろう、作ったらいいかな、ハーフじゃないよ、うん、ハーフじゃないよ、うん、でいいじゃない、うん、あ、終わり終わり違うよ、シンプルすぎたか、シンプルすぎたよ、まあいいんじゃないかな、じゃあ次まあでもさ、まあ、俺らもよくさ、うん、2人でディズニーランドとか行くとさ、うん、もう 100% さ、あ、出た、はい、ハロー、How many people? って言われる、ね、言われるよね、How many people? って言われてさ、うん、でちゃんと2人でもうバチバチの日本語で、うん、2人です返すよね、案内図とか英語でもらうもんね、そう、ビッグサンダーマウンテンとかだとさ、うんうん、OK, number three please って言われるもんね言われるよね、はーいって言うもんね、はい、俺なんか買いに行くと言われるもんね、英語で。でさ、だからさ、レストランとか行くとさ、うん、はーいっつってさ、いきなりレジのところからさ、はい、英語のメニュー渡されるもん、ね、れるで、ちゃんとそれ見てね、トータルアマウントイーズ、そうそうそう、言われて、ハングリーベアカレー一つくださいちゃんと言うもんね、ハングリーベアカレーとかじゃないもん、ハングリーベアカレー一つください言うって言うもんね、そうだよ、大丈夫です、大丈夫です、もうポジティブに捉えましょう、そう、ま、そう、さあ、ということで続いてのお便り参りたいと思いますよ、はいはい、読んで読んで読んで、あ、これね、ごめんね、そう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 、はい、バズネームランピョンより、ありがとう、私が最近飽き飽きしていることとは部下の謝り方です、なるほどね、私がミスを指摘するとなんかすんませんと毎回言うんです、うん、年上の部下なのですが、おなんかって何、何が悪いか本当に分かってるとイラッとしてしまいます、もっと広い心を持ちたいですとのこと、なんかかわいそう、うん、なんかわかるかも、うん、いや、それ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 、あ、それ、あ、これ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 、なんかっていうのが、なんかってつける人いるよね、いるよ、いるでしょ、わかる、でもランピョンこれね、うん、これ飽き飽きするよ、なんかごめん、うん、とか、うん、いや、ちょ、イラッとすんな、いやいや、ここでイラッとしてごめんごめん、でもまあいや別にね、多分ね、指摘の仕方が悪いとかじゃないと思うんですよ、うんうん、まあ多分なんか年上の部下だっておっしゃられてたんで、うん、まあ、ある種ちょっとこうプライドがあるのかもわからない、そういうことか、年下の先輩に、うん、なんかバーって言われてさ、うん、あ、素直に言えない、申し訳ございませんっていうのがもう嫌なのかわからないけど、うん、なんかすいませんみたいな、はいはいはい、ってなっちゃうんじゃない、うん、ちょっと邪魔するんだね、プライドがね、そうで、だから広い心でさ、うん、どんと構えてあげなさいよ、可愛、うん、いなと思ったらいいんじゃないですか、もうそうそう、ああみたいな、あ、プライドが邪魔しちゃってるのね、言えないんだねって言って、はいはい、はいはい、うん、可愛い、だからもうなんかすませんって言われたら、ね、なんかいいよでも言ったらなんかいいよなんか許すでも、あ、これ平和ですね、うん、でもういう風にしてあげたらもういいと思います、うん、そうですよ、イラッとしちゃいけない、ランピョン大丈夫です、いい先輩だと思いますよ、うんうんうん、ですからね、前向きにいきましょう、そうしましょう、さあ最後のお便りでございます、はい、レノさん、スバルさん、こんばんは、こんばんは、9月に入ってから人からによく言っていたのですが、ちょっと、あ、一人カラオケね、一人から、あ、そういうのがあるんですね、はいはいはい、はいはいはい、そろそろ自分の声に飽き飽きしてきました、やばいじゃん本当は友達や彼氏と行きたいのですが、はい、思いっきりサークルオブライフを歌ったり一人二役アナ雪ミュージカルをする私を見て惹かれる予感がバンバンしています今、うん、カラフレ、うん、かっこカラオケフレンド全力で探してます、誰かということで、バズネーム、いいバズネームが見つかりませんさんからいただいております、なるほど、なるほどね、じゃあ まずこの人あれですね、まずバズネームを見つけるとこから始めていただいて、サークルオブライフでいいんじゃない、え、あ、名前がバズネーム、サークルオブライフ、今考えよ、うん、いいバズネームが見つかりませんさんのさん、うん、バズネーム考えよ、わかった、ただ俺衝撃的だわ、一人でカラオケに行って、うん、サークルオブライフ歌うのすごくない、うん、なーちまんにゃーまばきじばばーはちゃふいそこも攻めハンバーグあれさ、一人で歌えんの、あれ、いや、歌えんの、歌えるのか、あれはさ、もうさまざまな、もう混声の良さ、合唱でしょこれは、だって、いや、俺リスペクトするわ、だってでもさ、ちょっと楽しくない、うん、一人ミュージカルなわけでしょ、レディーゴーとかもさ、でね、うん、一人でやるんでしょ、あの会話のとこするってことでしょ、いや、もうすごいと思うよ、いや、俺これ一人貫いた方が俺かっこいいと思う、そっちなのねただまあやっぱり自分の声に飽き飽きしてしまってるんですって、はあ、声ってこう変わっていくじゃないですか、わかる、なんか自分で聞いてる声とこうマイク通したら違うから、うん、なんかこう新しい発見も常にあるかなと思って、確かに、うん、なんか昔は嫌いだった
ですけど、うん、自分の声最近はまあ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 、うん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 、ちょっとずつまあ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 、こうなんだろうな、だからまあね、友達とかね作って、うん、カラフレっていうのは、うん、カラオケフレンドを作って一緒に行くのもいいけど、うん、俺はねこの一人で歌うサークルオブライフを極めるのは、うん、一つ俺かっこいいと思うよ、うんうん、まあまあ友達と行くのも楽しいのかな、わかんない、俺なんか本当カラオケ行かないから、うん、そうだね、うん、これだから披露してほしいですよね、友達の前で。いやそう、あでもね友達だったらね多分ね弾かないよ、弾かないよ、うん、まあ、彼氏はちょっと、いや弾かないよ、そこでだから、まあ自分にゃーみたいな、一人でめっちゃ歌って、彼氏が、白生たたって言ってくれりゃ、言ってくれりゃね。乗ってくれんじゃない？あ、そういう彼氏と付き合ったらいいじゃない、だから。もうだから、もうディズニーランドを、うん、歩きまくったらいい。歌いながら。一人で。そう、もしかしたらすれ違った男性が、え？みたいな。え？やば！みたいな。うん。おう。いけてるー！みたいになってさ。三択上オアシンって帰ってくるかもしれない。おー！ほらー、いやそれはちょっと作品違うし、物が違かった、アトラクションも違うから、物が違かったか、見たくえオアシンでしょ、いやいやいや違う、違う、それアトラクション変わってくるから、そうか、ウエスタンリバー鉄道になっちゃうから、別の話か、フロンティアスピリッツが消えない、燃え尽きてしまうよ。そうか、そんなことがあったら、そんなことがあったらね、いや僕はねリスペクトですよ、もうその飽き飽きすることないですよ、うん、なんかまあ、じゃあ極めるということで、極めていいと思います、でいつか披露していただきたい、そうですよ、我々はいいバズネームが見つかりませんさん、うん、ありがとうございます、はい、いやサークルオブライフさんですよ、もう、あサークルオブライフさんにしようか、そうだよ、いや、一人ディズニーにしようディズニー縛り、いやだってもう完全にディズニーじゃん、あそうだね、じゃあ一人ディズニーさん、いやでもそれじゃ普通か、何がいいかな、から、カラオケ人からカラオケカラオケ、うん、むず自分の声に飽き飽きしているさんにしようそうしましょうはい、まあ、ちょっとねいいバズネームね見つかったらまたお便りください、はい、はい、ありがとうございました。さあということで、はい、まあ、あの今日ねお便りまだまだ来ておりますので、うん、今日はねちょっとねこれ後半まで紹介いたしましょう、行ってみましょう、ということで後半のコーナーもやりますので、はい、まあ、一旦休憩ということで後半へ続く、ありがとうございます、素晴らしい、いけたかな、いいですよ、いい、はい、ということでここからはバズアップミュージックでございます。本日ご紹介するのはこの曲お聴きいただいておりますのはケンドリック・ラマーでハンボーでございます。あーかっこいい、かっこいいですよ。どうですか皆さん、ケンドリック・ラマーはご存知ですか。これ、ま、アメリカで、うん、ま、今非常に有名なラッパーさんなんでございますけれども、うん、ま、最近ねすごいニュースがあったんですよ。ほうほう、要はラッパーとして初めて、世界で初めて、うん、ケンドリック・ラマーさんのアルバム、はい、ま、あのこのハンブルが入ってるアルバムでデームっていうアルバムがあるんですけども、うん、このアルバムがなんとピューリッツァー賞を受賞したんですよ。ピューリッツァー賞ってのは、ね、すごいことなんですよ。文学的なやつですよね。そう、ピューリッツァー賞ってのは、まあ、世界的に要はその文学とか作曲において、うん、要は一番権威のある賞なんですよ、うん、だから、例えば文学作品とか、例えばミュージカルとかですよね、うん、ミュージカルの非常に曲がいいとピューリッツァー賞を受賞することってのは、まあ、今まであるんですよ。ミュージカルとか、うん、まあ、曲、まあ、歌ですよね、とか、文学作品とか、そういったものが受賞してきたことはね数多くあるんですけど、ラッパーがラップのアルバムで受賞したのが世界で初めてなんです、うん、これってすごい快挙なんですよ、うん、でこのハンブルって曲が入ってるデームってアルバムなんですけども、うん、すごいですよ。だから今ケンドリック・ラマーさん NHK で特集されていたり、まあ、インタビューとかで非常にもういっぱい記事出てるんで、よかったら見てほしいですし、でなんかそのケンドリック・ラマーさんとしてもやっぱりこのラップで世界を、ちょっとでも動かしたいとか、うん、これ PV とかあるんですか。あるんだよこのハンブルの PV ね、すごいんだよ、もうねわけわかんねえんだけど、うん、なんかねパワーがすごいですよ、うんうんうん、よかったらぜひチェックしてください。はい、はい、おめでとうございますケンドリック・ラマーケンドリック・ラマーさんピューリッツァー賞おめでとうございます。おめでとうございます。さあということで以上バズアップミュージックでした。はい、というわけで後半戦参りたいと思います。はいはい、秋お便りいきましょうか。僕はまだまだ全然飽き飽きしておりませんよ。はい、わかりました。さあということで続けていきましょう。いきましょう。はい、バズネームノラクロより、ありがとうございます。スバル君、皆さんこんばん、秋こんばん、秋、はい、私が飽き飽きしているのはくるぶしソックスが片方だけなくなる現象についてですバスルームで脱いで洗濯機に入れるまでは確認ができているので洗ってる間に片足だけ溶けているんじゃないかと思っております。もう片足だけの靴下を見るのは飽き飽きです。なるほどね僕めっちゃわかるわ、めちゃくちゃわかるわどこ行くんだろうね、何なんだろうね、うん、くるぶし、あのくるぶし派、くるぶし派よ。あ俺もねずっとくるぶし、くるぶし派よ。なんだけどさ、めちゃくちゃわかるわ。わかるよ、ね、こう半年後くらいに出てくるんだね。
いや出てくる？出てくる。半年後にこのなんかゴミの塊になって出てくる。どういうこと？それ結果どこ行っちゃってんだろうね。わかんないんだよ。なんか変なベランダとかにあるの。いや俺多分ねアブダクトだと思ってんだよ。ちょっと待ってくれよ。これ多分あの難しい UFO 的なやつだよ。難しいやつじゃん。だからもう回りすぎて、もうちょっと時空が歪んで、もう多分片方だけでタイムスリップしちゃってんじゃねえか。別空間に行ってるってこと？多分。いや俺もう難しい。俺ね謎ですわ本当に。アブダクト。アブダクトって言うじゃん。いや初めて聞いた。本当フォースカインドって言うじゃん。スペースアブダクトって。はいはいはい。やばやばいやばい。ごめん、オカルト声優が出ちゃってる。いや、すごい文学的だなと思って。ピューリッツァー賞ください。はい。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。これはね、謎だけどね、これね、わかるわ。飽き飽きしてる俺も。じゃあ、ソックスの種類を変えたらいいかもね。だからもう、むちゃくちゃ買ったらいいんだよ。数を？で、あとね、これね、だからね、僕の対策法ね、一つね、これ見つけたのよ、最近。要は、種類の違うくるぶしソックスを買うと、要は、あ、片方ないって思うじゃん。違うのよ。もう、同じやつだけをね、買うのよ。そうすると、何かしらセットはさ、必ずできるから。まあ、そうですね。そう。だからね、もう同じやつをいっぱい買ったらいいのよ。あ、そうしましょう。そうしましょう。で、一個なくなるじゃん。でもさ、まだいっぱいあるからさ、気づかないの、一個なくなったことに。で、もう一個なくなるじゃん。数が元に戻んのよ。ほら、あ、ピューリッツァ賞。ピューリッツァ賞じゃない、これ。ピューリッツァ賞ください。ね、いけますよ、これ。委員会の方、ピューリッツァ賞ください。来週、受賞式したいです。そうなのよ。わかりました。奇数から偶数に戻るから。いいじゃない、いいじゃん。結果往来な。結果往来じゃ、いいじゃない。素晴らしいですよ。さあ、続いてのお便りご紹介させていただきますよ。はい。バズネーム、シャルモンさんからいただいております。初？ごきげんよう。ごきげんよう。私が飽き飽きしていることですが、ズバリ、ズバリ。ズバリズバリ平成最後の〇〇です。確かに今年で平成は最後ですが、はい、何かにつけて平成最後の〇〇をつけすぎだし、はい、もう一生分聞いたんじゃないかなと思うくらい聞いたので飽き飽きしています、なるほどね。なるほどね。これはごめん、これはもうね、ごめんだわ。ごめんですよ。先月まで平成最後の夏の思い出を僕ら募集してたんで、ええ、これはね、これじゃもうちゃんとね、これはね、ごめん、もう何も言えないわ。俺らはもうそれに完全に乗っちゃってたから。乗ってたね。じゃあ謝りましょう。平成最後のごめんなさいしよう。平成最後のごめんなさいしますね。怒られするわ。このシャルモンに、シャルモンに火に油を注ぐことになるわ。そうか。まあでも一応ね、はい、ごめん、ちょっと先月まで平成最後の〇〇をしておりました。楽しんじゃいました。ちょっとごめんなさい。本当にごめん。もうね、でもね、わかるよ、うん、でもじゃあいいじゃん、平成最後のって言えるチャンスって今しかないんだ よ。僕なんか昭和最後もう言えないですからね。そうだよ、昭和生まれだから。昭和の人じゃん。そうだよ。いや、すごくない？ 3 世代、なんつうの、 3ジェネレーション、3ジェネレーション、昭和平成なんだっけ、次ガンモンじゃなくて。いやいやいや、出てんのもう。ガンモンって何？知らないガンモン元年、ちょっとなんかしょえないわ。ガンモン。ガンモン元年生まれの子、ちょっと。そうでしょ。で、あなたでもほら、平成からの。そうなんですよ。ほら、またぐじゃん。俺はもうヤングジェネレーションズですから。わー、出た、出た、出た。だから、逆に言えることは、ちょっと、歴史がさ、うん、一つ歴史が動いた瞬間は見えるわけじゃないですか。いや、そうですよ。でしょ？どうせだって来年はさ、うん、何最初のっていう。なるなるなる。まあ。ね、うん、ね、いい、だからもう、言いたいやつ言わちゃうけど。まあ、ラスト平成やね。はい。まあでも別に平成最後だろうが、関係ないですよ。そうですよ。その日その日、一日一日を大事に生きる。はい。それが全てですから。いいこと言った。別に平成最後だろうが、何々最初だろうが、関係ないんですよ。自分で決めればいいんですよね。そう、その日最高の一日を過ごしたか、それが大事なわけだぜ、シャルモン。間違いねえぜ。誰が何と言おうと、お前はお前だけの最高の一日を過ごせ。よし、生きたぞ、生きたぞ。平成最後の訂正していい？もう一回、もう一回。平成最後の訂正していい？俺平成最後にそれ聞くわね。あ、わかったわかった。平成最後の受け負いになるわ。わかった。いいよ。シャルモン。はい。まあ今日が楽しければいいじゃん。ごめん。はい。さあということでね、来週もねお便り募集しておりますので、よかったらお送りくださいませ。ありがとうございました。ということで一旦 CM です。サトシとスバルのファンファンスターズでバズアップだぜ。おっと
いけねえ、エンディングの時間が来ちゃったぜということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。宛先は info@792fm.com までお願いいたします。はい、はい、またバズアップの公式ツイッターアカウントもありますのでぜひぜひフォローしてください。お願いします。そしてファンファンの番組問い合わせフォームもできております。番組へのお問い合わせは fan-fun.com/reqest にお送りくださいませ。はい、はい、ということで、まあ、告知でございますけれども、うん、まあ、バズアップの公式ツイッターの方で過去のバズアップアーカイブっていうんですか、うん、あるんですよね、はい、毎週ドロップしております。はい、今週、まあ、今日ドロップするのが、うん、第46回放送と、うん、第48回放送2つですね、はい、はい、2つ、配信いたしますけれども、はい、このどうやらね48回目が、はい、とんでもない下ネタ回だったとこれあれですか、僕たちが番組終わりそうになったやつ、一瞬終わりかけたやつ聞くの楽しみだわそう、今日のバズアップが128回目ですよ、はい、だからもうほぼ80週前のやつでございますけれども、80回目だ、はい、まあ、だからこの頃のやつを聞いて、うん、今のバズアップがどれほど成長しているのか、はい、もしくはどれほど成長できていないかを確認していただきたい、はい、はい、ということで過去のバズアップもぜひお楽しみください。はい、本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で。それではバズアップ、また来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けはレノサトシと木村すばるでした。バイバイ。